今回はランマ2分の1完全新作アニメ化決定に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。乳首は出るんです？マウル星よりは今でも受ける可能性あるのはこっちだろうな。スーキャストかな。ウル星の二の舞にならなきゃいいが。おさげの女。次はメゾン一国で。誰が女人化されるんですか。いやもういい加減墓場から掘り返してくるのやめようや。ビーチクは無理だろうね。乳首出さないと見る意味ないんだが。林原めぐみは続投だよな。 TS 物とか今でも普通にあるからな。正確に言うと完全 TS ものじゃないけど。ちゃんとおっぱい出すんだろうな。もうリメイクはいいよ。うるせえだって何の波もなかったろ。動物のお医者さんとかやってないのをアニメ化してくれ。でもおっぱいはないんでしょ。あでもシャンプーがもっと可愛くなるならよし。ウル星やつらのリメイクは成功扱いってことなんかね。ランマも強火ファン多いから新作は大変だろうな。うるせえやつら、かなり楽しんで見てたわ。やっぱ声優ってすごいなぁとか思ってた。暴力女的なわれてるんじゃないの。筋肉マン、グレン大座、刃、ランマ、すごいなれーわ。普通に撮るならこっちじゃろうけど、メゾンが良かったなぁ。髪の長い茜は思考。ノイタミナ。新しいものを作るエネルギーがないんだよ。リメイクものだと、そこそこの視聴率は確保できるから安パイで冒険しなくて安心。令和は劣化の時代だな。テレビがすごかった時代のフジテレビのアニメのリメイクって厳しそうだけど。サンデー作品のリブートアニメはな、予算が見合ってないのか微妙なのだらけなのがな。これも刃もあんま期待してない。山寺宏一はそのままで頼む。完全新作的ってどういうことだ。再アニメ化なのか完全オリジナルアニメなのか。何人か引退、奇跡に入ってる人いるな。ちゃんと原作完結までやるんだろうな。これからも続く AD はやだぞ。体は男でも心は女はよみたいなのにしないと奴らが黙っちゃいないぞ。CD 買ったな。懐かしすぎる。高橋留美子でこれだけできるなら足立満でもやってほしい。夜あたり良好のアニメって4クールもあったんだ。ドアニメストア入っちゃおうかな。頼むから令和設定で作り直してくれ。ウル星みたいな大こけやらかさないでほしい。ランマ女、アーニャの人、ランマ男、炭治郎の人。ただランマはマッマとかいう噂なのが不穏すぎる。ここ自社が駆けまくってるのとそうじゃないのが露骨すぎてもはやリライスタジオだわ。深夜枠だからおっぱいありだよな。ショーツとかレギンスとかつけてたら即炎上だぞ。苦悩先輩、中村雄一、シャンプー、勇気葵。山口勝平と林原は継続で。スケートペアの女の子は可愛い声で頼む。昔の作品もリニューアル本当多いな。声優陣はそのままじゃ無理だろうな。大体お前らはリメイクに対してどんな殴り方してやろうかばかり考えてて、鼻から認めるつもりなんてないだろうが。やっぱっぱーやっぱっぱーいいシャンテン。犬夜叉続編、原作ファンからも不評、爆死、ウル星リメイク、新規獲得もできず空気、爆死、ランマ、謎の光、帰省、連発で不評、爆死予定。最近のルーミックの瞑想ぶりひどいな。連載中の MAO が売れないからってまた抱き合わせ商法でもするんかな。ルミコの絵の全盛期と日本のバブルでアニメの共作画が重なり、本当に可愛かった。女ランマが可愛すぎて他のヒロインが負けヒロインになる。アカネちゃんが一番可愛い。うるせえやつら面白くなかったからぶっちゃけもともと大して面白くないランマとか無理。ウル星はかつて映画化までされた名作を超豪華声優でというコケ用のない鉄板企画に思えたがまるでダメだったな。俺も2期は見なかった。人魚のモリモリメイクしてよ。適度に原作漫画忘れてるから楽しみやわ。最後どうやって終わったか全く思い出せん。ちょい前にトブイクで再放送あったが、初期のおっぱいが出まくった頃はそこそこ実況人もいたが、中盤以降は実況人もかなり数減ってしまった。おっぱい見せ要素なくなったのもあるが、八方斎がクソすぎて受け付けないという意見が多かった。リメイクするならその辺が重要かもしんない。おっぱい。
そうなんだろうな。あの頃のアニメはクオリティ高いからな。ぬるぬる動くし効果音とか演出面、声優の演技も含めて、セーラームーンの新旧企画動画見る途中の方がいいもん。単に小綺麗になっただけのものになりかねん。今の時代、はいここで笑うとこちどーんみたいなノリって無理なのでは。うるせえ奴ら以上にリメイクする必要が感じられない。キュルール星のアニメは確かに絵柄があれだったしリメイクしたくなる気持ちもわかる。しかしランマは旧アニメの絵で完璧なのだ。ゴールデンタイムのお茶の間に平気乳首を出すアニメとか今思うとありえねえな。ポリコレの洗礼を受けてダサく化しそう。ランマのアニメって中盤からオリジナル回ばっかやってたよな。個人的に声優よりバトル BGM がどうなるのか気になるわ。またドカッパキッとか効果音を発音する演出なの？円盤で解放ビジネスやるのかな。リメイクじゃなく完全新作ならワンチャンあるか。でもこういうジャグ系はもうきついんじゃないか。声優メインメンバーは現役でいけるだろう。ぶっちゃんだけ惜しまれれば。シャンプーの声は佐久間玲しか無理だろ。あの可愛さは佐久間玲にしか出せない。そんな原作見てないから覚えてないが、ランマは男で呪いのなんちゃらで水かぶると女になるって設定だっけ。コンプラ改変がどこまで入るのかはちょっと見てみたい。で、また上坂すみれか。女体化したらやるべきことは分かってるよな。新海誠みたいにちゃんと描写しろ。旧作主人公声優をスゴ役でキャスティングとか、最近多すぎてちょっとうんざり。声優のメンツが変わらないなら見る。この次ハメゾン一国だな。本命すぎる。主要キャラのキャストは可能な限り続投でも良いと思う。てかそれ以外考えられない。絵を今風に可愛くしてエロありなら、まあ無理だろ。エロって言っても大したエロじゃないしな。野郎キャラはランマとパンダ父以外の声優は誰でも良いが、女性陣はオリジナルで言ってほしい。特に女ランマ、アカネ、カスミさん、シャンプー教は。父は謎の光で消されて円盤だとノーカットだったりするのか。男女での全裸関係とかジジイの下着泥や覗きとか、なんなら異性をものにするために暴力で片付けたがる傾向とか、令和のコンプライアンスではアウトなことだらけだろ。無理にリメイクする必要あんのかねえ。ランマで青春を送った身としては期待と不安半分。お前らと違っている星のリメイク楽しんだから期待してるわ。